こんにちは。歴ショックです。今回は、家康の下で権力を握った本多正信の子、本多正純の生涯について紹介します。正純は家康生前は、江戸に残った父と離れ駿府で家康に仕え、大阪の陣の堀の埋め立てなどでも活躍し、家康死後も秀忠の下で幕府政治の中枢に立ち続けていました。宇都宮で15万石を与えられるまでに領地も拡大しましたが、突如として改易処分を食らい、流人として寂しい生涯を終えることとなります。その背景には、正純自身のおごりは一切なく、もともと正純を毛嫌いしていた秀忠が将軍としての自分の権力を確立する過程で、家康時代の政治スタンスを踏襲する正純と相入れなくなったという事情があり、刺してる罪もないまま、正純は一転して罪人の身分に落とされました。今回は、父と共に初期の幕府政治の確立に大きく貢献したものの、時代の変化の犠牲となった、本多正純の生涯について紹介します。一向一揆に組し三河を去った父とは別に、幼少期から家康に仕える。本多正純の出自。本多正純は1565年、本多正信と正室の間に長男として生まれました。正信が27歳の時の子で、徳川家康の22歳年下、徳川秀忠の14歳年上にあたります。父の正信は三河出身で、代々松平家に仕えていましたが、1563年から1564年にかけて起きた三河一向一揆で一揆方につき、家康と敵対していました。しかし、1564年の中頃までには一揆は収束し、正信は三河を離れ流浪の身となり、正信の正室は大久保忠世に保護され、正純は忠世の下で生まれ育ったとされます。もっとも、正信以外の本多や八郎家全員が三河を去ったわけではなく、正信の兄、重貞は改宗し最初から家康方として一揆と戦い、弟の正成は一揆方として戦うも、兄とは違い家康の下へ帰参していました。こうした一族の動きもあってか、正純は反逆者の子としては扱われず、詳細は不明ながらも、幼少期から家康のそば近くで仕えていたとされます。父の正信も本能寺の変の頃までには徳川家に帰参したとされ、小牧長久手の戦いの頃から本格的に家康の側近になっており、1580年には次男の正成、1586年には三男の忠純を設けました。正信は小田原征伐後、相模玉名は1万石の領主となった一方、30代に差し掛かっていた正純の活動の記録は残っていませんが、後年の活躍から、この頃には徳川家である程度の地位にはあったと見られ、1596年には正室の歌の神坂井重忠の娘との間に長男の正勝が生まれています。やがて、1598年に豊臣秀吉が亡くなり、家康が大老として国政を仕切り始めると、側近である正信、正純親子の諸大名との取り次ぎなどで活躍の幅が増えていき、関ヶ原の戦いで正純はついに本格的に家康の側近として登場します。会津征伐の途中に家康は西軍挙兵の方に接しますが、大阪から来る使者を引見する際は、家康の他に正信、正純親子しか立ち会わなかったといい、その後の方針もこの三人が中心となって決められたとされています。その後、家康は中山道鎮圧を命じた嫡男秀忠に正信をつける一方、自身のそばには正純を置き、正純は家康のそばで、主に諸大名の取り次ぎを務めながら関ヶ原の戦いを迎えました。戦後には、石田三成を捕らえた三河岡崎城主の田中義政が正純を通じて三成捕獲を家康に報告しており、家康は正純に三成の身柄を預け、大阪城に入った後には訴訟関係の処理も正純に任せています。正純の側近としての権勢は増していき、1601年には大名にはなっていないながらも地獄の下高月の助に叙任され、やがて井伊直政が亡くなり、正信や本多忠勝、榊原康政が老いていく中、30代後半の正純は名実ともに徳川家の重鎮の一人となりました。1605年に家康が秀忠に将軍職を譲り大御所となり、後に駿府に移ると、正信が江戸に残り秀忠のそばについた一方、正純は駿府で家康に仕え、二党体制を親子で支えることとなります。
やがて正純は宣教師の記録で幕府の外交内政顧問会議議長と評されるほど幕府において絶大な力を発揮することとなります。熾烈な権力争いを勝ち抜き、家康の下で辣腕を振るう。幕府成立後の正純。正純は駿府に移った家康に従ったといっても、江戸の秀忠や幕閣、諸大名、朝廷、さらには外国とのやり取りも行わなくてはならず、その上で領国支配も行ったため、駿府で家康のみを相手にしていればいいわけではありませんでした。駿府での正純の屋敷は相当なものだったようで、朝鮮の使節が家康を訪ねた際は、駿府城が工事中だったため正純の屋敷で供応が行われたほか、駿府城が火事になった際も家康は正純の屋敷でしばらく暮らしています。側近として確固たる地位を築いた正純は、1608年には父を超え、下野小山33,000石を与えられました。この頃の幕府政治は、本多忠勝、榊原康政、井伊直政といった一軍の司令官も務めた老臣より一段下の、奉書発給などを主任務とする奉行衆、老職によって担われており、老臣たちが次々と亡くなっていったことから、名実ともに老職が幕府政治のトップに立ちます。老職は本多親子と、親子にとっては恩人にあたる大久保忠世の子で、小田原65,000石の領主、大久保忠親が務め、三者が家康、秀忠にそれぞれ仕えていましたが、次第に本多親子と大久保忠親の対立が表面化していきます。この対立が激しさを増す中、正純は1612年に、自らの家臣が起こした岡本第八事件で大きな失点をしてしまいました。この事件は、正純の家臣、岡本第八が、キリシタン大名としても知られる肥前日野江の領主、有馬晴信が鍋島領となっている肥前の丘陵回復を目指しているのにつけ込み、正純の名を出して勝手に幕府内での取りなしを持ちかけ賄賂を受け取った事件です。晴信は1609年に、マカオで起きた日本人遭上事件の弁明に長崎に来航したポルトガル船を撃沈したことで恩賞を期待しており、そこを第八につけ込まれ、第八は火炙りの刑に、有馬晴信も長崎奉行暗殺を画策した罪で切腹となりました。正純本人は事件には関わっていなかったとされますが、幕府の権力を使った不正事件により本多氏の勢いはそがれ、大久保忠親の権勢が増すこととなります。一方忠親も、岡本第八事件が冷めやらぬ1613年に、代官として大きな権力を握っていた配下の大久保長安の不正が長安死後に発覚し大事件となったため、安泰ではいられなくなります。大久保長安事件は復権を図る本多親子の残言によるものとされ、ついで同年の年末には、忠親が豊臣方に内通しているとの訴状も挙げられ、どこまで正純が関与しているかは定かではないものの、忠親の立場も悪くなっていきました。そして忠親は、キリシタン弾圧の任務を受け京に登った後、翌1614年の正月に突如改易とされ、大久保一族は幕府中枢から排除され、本多親子が幕府政治のトップに君臨し、家康、秀忠の信頼を一手に集めることとなります。同年の大阪冬の陣にも正純は家康に従って出陣し、茶々の妹、初と家康の側室、阿茶の局による講和交渉では阿茶の局に随行しました。講和締結後には堀の埋め立て奉行の一人として、大阪城の総構えの破却を豊臣方担当箇所でも構わず進め、豊臣方の抗議には病と称して会わず、大阪城を丸裸にしています。豊臣方を追い詰めた夏の陣では、本多忠朝、小笠原秀政の軍勢を打ち破った毛利勝長隊と戦い、大阪城落城後は山里黒羽にこもる秀頼、茶々親子を井伊直孝と共に追い詰める役も担うなど、戦場でも活躍しました。1616年には家康、本多正信が相次いで亡くなり、正純は20,000石を加増され、改めて江戸城の秀忠に仕え、酒井忠世、安藤重信、土井利勝の他の年寄りと共に幕府政治の中枢を引き続き担いますが、この後、秀忠が将軍権力を高めていく中、正純の運命は暗転していきます。秀忠の権力確立の犠牲となり、東北で寂しい生涯を終える。本多正純失脚の真相。秀忠は、江戸と駿府で分かれていた権力を一手に握る中、家康の下で政務を仕切っていた正純は活躍の場を減らしていき、
家康の死の半年後には、秀忠の最側近、土井利勝に追い抜かされていたといいます。秀忠との関係も、細川忠興の子、忠利の書状によれば、秀忠は家康存命中から正純のことを心よく思っていなかったものの、家康の側近であり父、正信の功績も大きかったことから、加増を行うなど丁重に扱っていたとされます。これによれば、秀忠は家康に遠慮して正純への嫌悪感を当初は表に出さなかったものの、次第にあらわになっていき、主君を差し置いて政治を進める気質のある正純は秀忠から遠ざけられていったと考えられます。正純はそれでも幕府政治の中枢にとどまり、土井利勝に次ぐ年寄りとして日光東照宮造営奉行などを務め、家康の遺命ともされていますが、1619年には日光、ひいては東国の守りの要、宇都宮15万5千石へと大幅加増を受けました。もっとも、正純にとっては、戦場での武功ならともかく、政治面での功績で加増を受けても周囲に敵を作るだけだとして、終生小6にとどまった父同様加増を辞退したものの許されず、周囲の恨み妬みを買いながら大量を預かるしかありませんでした。そして1622年10月、正純が57歳の時に、山形57万石を領する最上寺が改易され、山形城を受け取りに派遣された際、派遣先で突如、宇都宮15万5千石を没収し、最上氏丘陵のうち由利5万石を与えるという処分が下されます。さしたる落ち度もない正信の処分の理由は大々的には公表されず、有力大名に個別に説明される異例の形式が取られ、処分理由は細川忠利の書状によれば、宇都宮廃陵をめぐる行動、福島正則改易時の行動の2点とされています。宇都宮の件は廃陵時の事態申し出とされる一方、福島正則の改易については、1619年に正則が武家諸法度を破って城の修築をした際、秀忠が正則改易を指示したのに対し、正純が諸大名への影響を考え思いとどまるよう進言したことだとされます。この時秀忠は、一度は正純の進言に従い城の破却を命じるだけで済ませたものの、破却が不十分だとして改めて正則を改易し、その時に諸大名が一切正則擁護の動きを見せなかったことで、正純が正則をかばうため脅したと根に持ったと言われています。もともと正則は、正純に対し城の修築許可を打診し、これで十分と思った正則が幕府に対しては公式に申請を行っていなかったことが一連の事件の原因とされます。正純がほぼ全権を委任されていた家康時代同様に独断専行していたことがそもそも秀忠は気に食わず、二つの出来事は、将軍の命に素直に従わず自分の意見を述べたとして、秀忠の処罰対象となりました。すでに権力を確立し家臣に多くを任せる家康と、将軍として自らの権力確立を目指す秀忠とでは根本的に政治スタンスが違い、家康の下で権力を持っていた正純は、最初から秀忠政治とは相入れない存在だったのです。折しも、正純が処分を受けた1622年は、秀忠が嫡男家光へ将軍職を譲る前年にあたり、秀忠にとっては幕府政治の一層の安定が求められている時期でもありました。この年は、結城秀康の子で乱行を繰り返す福井藩主の松平忠直が参勤せず、諸大名のほとんどが返事に備え江戸に留められる中新年を迎えるという緊張状態にあり、正純の処分と関係は不明ながら、処分と同時期の10月には、忠直は参勤途中に関ヶ原に留まり、その後江戸に行かず越前に引き上げ、翌年に流罪とされています。さらに、正純の処分直後には、江戸に留められていた上杉景勝、佐竹義信、伊達政宗ら東北の諸大名が一斉に帰国を許されており、正純の処分は全国的な緊張状態の中、秀忠の命により断行されました。正純はこの不当な処分に対し、問責状の内容を認めないなど抵抗した者の転封は強行され、宇都宮から由利に移る本田家臣が暴発しないよう、秋田藩には本田方の荷物の没収が命じられ、正純への監視も厳しくつけられました。そして翌1623年に追加の処分が下され、わずか戦国で大沢の地に移され、正純は幕府の罪人として佐竹氏の預かりとなってしまいます。正純には戦国の治療があったと言っても、領地は佐竹氏が管理し正純一行の管理費に充てられており、
正純は佐竹領の横手城内の黒輪に、嫡男正勝、10名ほどの家臣、及びその家族と共に幽閉されることとなりました。秀忠は、処分から3年経った1626年には、佐竹義信に対し2万石の軍役免除の特権を与えてまで正純の警備を厳重にするよう指示を下しており、正純の復権を絶対に許さない姿勢をあらわにしています。正純は、1630年に嫡男正勝に先立たれながら14年もの月日を横手で過ごし、秀忠が亡くなってから5年後の1637年に、72歳で生涯を閉じました。本田家自体は、加賀藩に仕えた正成、大名となった忠純の二人の弟の系譜が続いた一方、正純には孫の正義、正幸の兄弟も残っており、兄の正義は、母の実家、美濃大垣藩戸田氏に引き取られた後、旗本安藤氏の家臣として続きました。横手で生まれた弟の正幸は、1664年に赦免され旗本となり、婿養子の正義の代に三千石を領するまでになり、その後、加賀の正成の系譜などから養子を迎えながらではあるものの、正純以来の八八郎家は江戸時代を通じてその家名を残すこととなりました。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録できます。Twitter、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信していますので、よかったらチェックしてみてくださいね。